ユニバースの端末には生まれるという概念は存在しない。ただその瞬間からそこに存在するだけ。今分かったのは、その時ミュウは寂しかったってこと。マスターと初めて会った日はミュウの中枢になっている記憶。流れ落ちる流星を一つに集めて、ミュウがマスターの思いを込めるから、もっと輝けるように。